高松市は保育所や学童施設での子どもの性被害を防ごうと室内カメラの設置を進めるための予算案を市議会に提案しました。国の補助を受けて行うもので一律の保育所など54施設にカメラを設置するほか、民間の保育所や放課後児童クラブなどには1施設7万5000円を上限に設置費用を補助します。この費用およそ1850万円を含め一般会計で総額19億9000万円を増額する今年度の追加補正予算案は今月25日に採決が行われます。また今日の本会議では新年度の一般会計当初予算案など43議案を原案通り可決しました。